主教、神学者。ドストエフスキーが、ロシア虚無主義に返答するために、カラマーゾフの兄弟に登場する長老ゾシマと、悪霊に登場する、主教ティホンのモデルとしたのは、このザドンスクのティホンであるとされる。健康上の理由で早くに、主教位を退いて隠遁し、膨大な著作を残した。ノブゴロド主教区のコロツカに生まれた。 父親を早くに亡くし、窮房の中で日々働く、少年時代だった。13歳の時、ノブゴロド大主教区の神学校に入学。1754年には、神学校でギリシャ語、レトリック、哲学の教鞭を取る。1758年に、修道士となり、修道名ティホ本を受けた。トベ入りにある修道院の手のひらを務めた後、 1761年に主教に助成され、ノブゴロド大主教区の副主教となる。1763年にボロネージとエレツクの主教となった。非常に人気のある、近づきやすい主教であったと伝えられる。オリオールから国会に至るほどの広大さ、大半が深海地であり、多数の古儀式派教徒が存在し、軍の頻繁な介入があるという難しい教区の、 管轄にあたり、精力的に同地にあった異教の習慣、異端に対抗するため教育の拡充に夜も寝ずに、取り組んだが、体が、それほど強い方ではなかったために健康を害し、1767年に、主教職から退いて教区から約40キロメートルほど離れた修道院に陰性した。1769年にはザ、ザドンスクにある生新女誕生修道院に移る。 質素な生活を送りつつ、多くの著作を残した。1889年に、モスクワで出版された、ティーホン・ザドンスキー著作集、全後巻は、B5 班2番組印刷で、総1755ページに及ぶ膨大なものとなっている。著書の傾向として、肉的人間と神的人間の対比が、初期の論文で登場していることにも見られるように、金に主義と、 この世のすべてを捨て去ることまで意味するものではないが、世俗からの離脱といった、ギリシャ恐怖思想への帰還とも取れる性格が指摘されることがある。ティーホンは常に、精神の霊感のもとに著作をしていた。弟子によれば、彼の陰性書はしばしば天国の光で照らされていた。伊ツ月の修道士チェボタレフによれば、ティーホンの思いは常に孤独と無人の暮らしへと向けられて、おり、 主教位ばかりか修道士としての立場まで捨てて、一回の百姓となり、木を切り水を運びこう引きパンを焼くという労働に、いそしむという生活を希望しており、さらにアトスさんへの強い憧れを語っていたという。愛についての説教では、聖コンクイオアンを引用していた。神の体験的認識として考えられる、生ける神学を渇望し、ロシア貴族が自称する。 啓蒙された党派のボルテール主義に対して反動していた。また、内面化された、修道生活として、在族信徒の尊厳さを解き、教会権威者に対して次のように書き送った。修道者の数を増やすことを急いではならない。修道服は人を救うものではない。平服を着、従順、謙虚、締結の精神を持つ者こそ内面化された。 修道生活の真の修道者である。ティーホンは周囲の人々に寛容に接していた。修道士である友人が再起にあるにもかかわらず魚を食べている時にたまたま部屋に入ってしまった際、うろたえて立ち上がった友人に対して、お座りください。愛は時よりも尊い。と言った。信徒たちの悲しみや苦しみを慰め。 地主たちに働きかけて民に対する思いやりの心を起こさせた。支援者からの寄付はすべて貧しい人々に施した。生仮民女、マリア、シュ座シとペトル・パウェルを夢や空中に見たり、1812年の対ナポレオン戦争でのロシアの勝利を予言したり、するといった奇跡が伝えられている。ある朝、目覚めると左方と左足が痺れ、 左手が震えていることに気づいた。この病をザドンスクのティーホンは喜びを持って受け入れる。病を得ていた間、頻繁に了承した。晩年には天国への改定の夢を見た。1783年8月13日に永民、59歳であった。1861年8月13日に劣勢。記憶日は8月13日。 ありがとうございます。